木曜日最初のコーナーはブリリアント女子部ぽよということで、もう8月入りまして、もう夏暑いじゃないですか、皆さん夏楽しんでますか？ということで今回はですね、由美先輩と一緒に宮崎が誇るリゾート施設フェニックスシーガイアリゾートのおすすめ夏情報をリサーチしてきました。それではどうぞ。皆さん夏楽しんでますか？満喫中というあなたも、まだというあなたも必見です。はい、今回はフェニックスシーガイアリゾートラグゼ一つ葉コテージひむかで楽しむとっておきの夏情報をお届けします。もうこんな暑苦しいね、ジャージを私たちも着てる場合じゃないよ。よし行くよ、脱ぎ捨てていっちゃおう。そう、ねえなちゃん、この緑に囲まれたプール、ね、気持ちよさそうでしょ。早く帰りたい、ね、でこのプールは、宿泊しなくても利用できるんですって。いや嘘でしょ。嘘聞いたよ。え、本当ですか？ちょっと聞いてみて。え、そうなんですか？はい、ここコテージひむかのプールは、皆さんどなたでもご利用いただけます。皆さんご存知でしたか？コテージひむかのガーデンプールは宿泊していなくても大人1100円、子供600円で利用できます。れいなちゃん、ちょっとぐーっと周り見て、楽しい雰囲気漂ってない？いや待って、これ何？あれ何ですか？はい、今年初登場のアクアチューブです。アクアチューブ？いってらっしゃい。いってきます。すごい声が響く。え、これどう行くんですか？歩けばいいんですか？行きますよ。こうこうか。ちょっと待って、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 ちょっと多分行き合わせると、じゃあ1、2、1、2でしてみる。ちょっと待って、ちょっと待って、めちゃくちゃ楽しいこのアクアチューブ、ご覧の時間で楽しむことができます。対象は4歳以上で、料金は1人600円、時間は1回3分です。2人で乗っても息を合わせればちゃんと前に進むことができますよ。あー、いける？いけます？いくよ、いくよ、せーの、期間の毎週金曜日と土曜日にはスーパーボールすくいも実施中。料金は1回200円、小さなお子様も楽しめます。あ、取れた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 、イエーイ。おーすごい、歩けてた。抜群のロケーションの中で楽しめるコテージひむかのガーデンプール、さらにおすすめの楽しみ方があるんです。こちらのプールサイドバーベキューがおすすめです。バーベキュー食べ放題、ドリンク飲み放題で、時間は90分間、大人は3900円、中高生2600円、4歳から小学生が2000円、3歳以下は無料となっております。夜にバーベキューを予約された方はプールの方が無料でご利用いただけます。え、じゃあこの食事代を払えばプール代はもう無料ということなんですか？はい、絶対そっちの方がお得じゃないですか。え、じゃあもうお昼ぐらいからちょっとパチャパチャ遊んで、夜、あ、いい、食べ放題、飲み放題、プールも、プールも入り放題。忙しい、こっちってこっち行って、乾杯。あー、あー、おいしい。いただきます。いただきます。いい感じに焼けてますよ。ラウラさん、おいしい、おいしい、いただきます。どうですか？うまい！いただきます。あ、おいしい。うーん、幸せ。おいしい、でもこれお肉の種類めちゃめちゃありますよね。はい、お肉は牛肉、牛ホルモン、鶏もも、豚バラご用意しております。うん、いっぱいあるじゃないですか。で、これが食べ放題なんでしょ？はい、ご飯も
食べ放題になっています。あとこちらの焼き野菜も食べ放題になっています。野菜もやっぱり野菜大事ですからね。はい、休憩でね、バカみたいですもんね。ヘルシーにね。食べ飲み放題以外のおすすめメニューもあります。宮崎牛付きのバーベキューセットは宮崎牛 100g のほか、宮崎県産豚バラ肉や鶏もも肉がセットになっています。でもこれ焼肉以外のこの目の前にある食べ物も食べ放題になるんですか？はい、そうですね、定食コーナーをご用意しておりまして、はい、唐揚げや麺類、こちらを日替わりで5種類以上ご用意しておりまして、こちらも食べ放題となっております。うわー、盛りだくさんだ。本当、でこれドリンクも全部飲み放題ってことですもんね。はい、ビール、焼酎、ワイン、カクテル、ソフトドリンク約50種類をご用意しておりますので、こちらも皆さんで50種類、はい、でも本当家族で楽しめますね。はい、お子さんも大人の方も、はい、ワイワイ楽しめます。ちなみにドリンクバーとフードコートはセルフサービスですが、お肉と野菜、ご飯は注文するとスタッフの方がテーブルまでおかわりを持ってきてくれます。じゃんじゃん焼いて、もりもり食べて、みんなで大いに盛り上がってください。この見て、自然の中で、いいね。しかもこれ食べて、ちょっと暑くなってきたからプール入ろうかなとか。自由で、自由に使える。本当に自由よ。豚も美味しい、お野菜もね。今やっぱ夏はバーベキューやね。プールサイドっていうのがいいですね。本当に、これはいいよ。気持ちいいな。うまい。幸せ。いいね、いいですね。ありがとうございます。女子部的チェック、略してブリッジ。プールサイドには屋台コーナーも登場。かき氷や射的などの屋台が並びます。プールをご利用の方ならどなたでもご利用できますので、こちらも皆さんぜひチェックしてみてください。射的とかね、なかなか、いやーねー、やってる大人も子供も楽しめますよ ね、 ね、本当に。いやもう夏休み中とかもう誰でも楽しめるから、もういい場所ですね。最高ですね。もうプールで遊ぶでしょ、そして食べる、そしてインスタ映えとかもね、撮れるんじゃないですかね。最高ですね。最高です。平成最高の夏です。ここコテージヒムカプールサイドバーベキューで夏を満喫してください。皆さん夏楽しみましょう。いやはい、ということで、本当にわちゃわちゃしてましたけど、はしゃぐよね、やっぱりね、なるよね。ちょっと楽しさ伝わりましたか？伝わった。あれは仕事だったのかな。仕事でしたよ、ちゃんとしっかりとお仕事してたんですけど、本当にね、映像から楽しさ伝わってたと思うんですけど、実はなんですけど、私たちちゃんと下に水着着て行ったんですよ。ちょっと脱がなくていいって言われて、プールにはちょっと入れなかったんですけど、実は下にちゃんと水着着てました。もうね、いつ言おうかと思ってたの、視聴者代表で水着姿が見たかったと思うんですよ、皆さん。皆さん見たかったですかね。ねえ、カメラマンが一番うなずいてた。はいね、いつかもしかしたら出るかもしれないんですけど ね、 そうですね、はい、最初に登場したあのアクアチューブ、撮ったことありますか？ない。あれめちゃくちゃ楽しいんですけど、やっぱ疲れるんですよ。なのでやっぱ皆さん1回3分って聞いてちょっと短いかなって思う方もいると思うんですけど、多分大人の方はもう疲れると思います。3分で持たないか、持たないか。私と久美子さん乗ったらちょっと3分前にドッカーされてるかもしれないですね。可能性大ですね。いやでも本当にあれ楽しかったので、ぜひ2人で挑戦してみてください。息合いますか？ぴったりだと思うよ。息ぴったりだったら本当前に進むんですけど、私とユミ先輩は全然進んでないよって言われましたね。なんか逆にあれに転がされてたんですよ。まあ、それも楽しかったんですけどね。そしてプールの方なんですけど、こう横にこう長くあったじゃないですか、はい、ですね、プールが子ども向けに膝下くらいまでの浅い場所と腰上くらいまでの高さの場所がありますので、お子様もそして大人の方も楽しめるプールとなっております。そしてバーベキューですよ。あれ飲み放題で食べ放題で、料金の方がですね、泊まってない方は大人が3900円で、泊まってる方は3600円と。そしてプールは
無料なんですよ。はい、ね、だってプールだけだったら大人が1,100円とか、うん、またお子さんがかかったりとかするから、そうなんですよ。夜ご飯代払えばと思ったらね、またプールも絶対このプランの方がいいね。モリモリですよ。プールで遊んで、うん、そしてバーベキューも食べれて、うん、そしてアクアチューブも乗れて、うん、そして最後ブリッジのところで出てきたと思うんですけど、はいはい、屋台もありますので、皆さん本当に夏の思い出になると思います。ね、またあのちょっとほら松林の中っていうか、そこロケーションがいいから、ね、なんかちょっとリゾート感もありますもんね。そうですね。しかも外はちょっと暑かったんですけど、こう木が生い茂ってるのでやっぱ涼しいです。結構涼しかったので、ね、いやリゾート感なんかで感じられる ね、 いいね。ぜひ水着着てね、皆さん行ってみてください。はい、はい、そしてプレゼントをいただきました。フェニックスシーガイアリゾートよりコテージひむかプールサイドバーベキュー無料ご招待券ペア3組の方にプレゼントいたします。応募方法は番組の最後にご紹介します。ということで皆さん、夏まだ楽しめてない方も楽しめてる方も、もう絶対楽しめると思いますので、ぜひ行ってみてください。以上ブリリアント女子部でした。はい、では CM の後は手毛馬クッキングです。